どうも、ガイエルです。違うか。吉田サラダです。We love サローズ。ということで、8月23日、ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズ、2対5で負けてしまいました。悔しいですね。めちゃくちゃ残念な試合でしたね。オスナ選手、ホームランで先制してくれて、で、村上選手の追加点、もうこれはもうたやろうと思っちゃいますよね。やっぱりね、昨日の試合、キーポイント、キーになったのは、5回の僕、先頭だと思うんですよね。勝利投手かかった、その5回、先頭バッター、宮崎選手に高梨選手が投げて、ショートに飛んで、ああ、ショートゴロ、ワンアウト取ったと思ったら、リクエストされて。で、ランナー残ってしまって、で、次のバッターホームランですもんね。ちょっとあそこで気持ちの動揺があったんかなと。そこで高梨投手、次行かれたんかなとか、思っちゃうんですけどね。まあまあまあ、その後のね、出てきたピッチャーもことごとく二人打たれて、いやまあ、あそこ抑えてて、もう次あかんかったんかなとかも思っちゃいますけど。でもね、高梨投手、あともう一息なんですけどね、もう一息頑張っていただければ、すごい信頼を得るピッチャーになると思うんですけど、もうちょっと頑張ってもらいたいなと思います。あとね、中継ぎ陣ね、ちょっと再建をよろしくお願いします。なんとかしないとね、このままじゃダメだなと思いますんで、もう明日とにかく頑張ってもらいましょう。明日はね、高橋奎二投手一人で投げ切ってもらいたいなと思います。いやー、高橋奎二投手ね、どっちのピッチングするか楽しみですね。前回のようなめちゃくちゃいいピッチングか、ちょっと前回その前のようなちょっとやばいピッチングか、いいピッチングしてくれたらちょっとこの後楽しみだなと思っております。はい、本日は以上です。ゴーゴースワロー。